ダンマランに分類されるジンセノサイド RG1 の化学構造ジンセノサイドまたは銀ンセノシドは天然のステロイド配当体でトリテルペンのサポニンである伝統医学に用いられてきた長い歴史を持つ土地場人参族にほぼ排他的に含まれる管理されたものは軽微で特徴づけの難しい広範な生理活性を示すパナクソシドとも呼ばれるジンのサイドは 植物の様々な部位から単理されるが、主に根から得られ、カラムクロマトグラフィーで生成される。植物の種類により、人生のサイドの組成はかなり異なる。お種人参は漢方薬として伝統的に用いられてきたため最も研究が進んでいるが、アメリカ人参やトチバ人参は、おのの特有の人生のサイドを含む。生育環境によっても、 顔料等はかなり異なる。人生のサイドは、白層クロマトグラフィーの保持係数に応じて、おのおの命名される。また、アグリコンの炭素骨格により、基地の人生のサイドの大部分を含むダンマランとオレアガンの二つに大きく分けられ、ダンマランはさらに、プロトパナキサジオールとプロトパナキサトリオールの二つの大きなグループと、その他、オコチロール型のシュード人生のサイド F11 や、 その誘導体に分けられる。基地の人生のサイドの大部分は4巻式のステロイド様構造を持つダンマランに分類される。各々の,の,の人生のサイドは3番及び20番炭素、または3番、6番及び20番炭素で少なくとも2つか3つのヒドロキシル元と結合している。等部分はプロトパナキサジオールでは炭素骨格の3位に プロトパナキサトリオールでは6位に結合する。よく知られたプロトパナキサジオールには RB1、RB2、RG3 RB、RH2 及び RH3。よく知られたプロトパナキサトリオールには RG1、RG2 及び RH1 がある。オレアナンは五感式で5つの炭素原子を環状に含む骨格を持つ。人生のサイドの生合成経路は 完全には解明されていないが、ステロイドとしては、イソプレンユニットの合成経路に由来する。提案された経路では、スクアレンエポキシダーゼにより、スクアレンを2、3、オキシドスクアレンに変換し、ここから、ダンマランジオールシンターゼの作用で、ダンマランが、ベータ、アミリンシンターゼの作用でオレアナンが、シクロアルテノールシンターゼの作用でフィトステロールが、合成できる。 また提案された経路では、スクアレンは2分子のファルネシル2リン酸から合成される。ファルネシル2リン酸1分子は2分子のジメチルアリル2リン酸と2分子のイソペンテニル2リン酸から合成される。イソペンテニル2リン酸は細胞質基質でのメバロン酸経路と色素体での非メバロン酸経路により合成される。人生のサイドは 抗菌性と抗細菌性を持つことが見出されており、おそらく食食性に対する植物防御のメカニズムに関与している。食べると苦味を感じ、昆虫やその他の動物が食べることを回避するのに役立っている。トチバニンジン属はサプリメントとして経口摂取され、その成分のジンセノサイドは腸内細菌により分解される。 例えば、人生のサイド RB1 や RB2 は、人の腸内細菌により、コンパウンド K に代謝され、20B オーグルコピラノシルマイナス20、プロトパナクサジオール、20プロトパナクサジオールに変換される。この過程は、個人の腸内細菌層によりかなり差異があることが、知られており、体感効果にも影響を与える、可能性がある。 またコンパウンド系のようなジンセノサイドの代謝物質が生理活性を持つ物質になることもある。ジンセノサイドの生理活性の研究の大部分は培養細胞やモデル動物を用いて行われているため、人に対する妥当性については未解明である。主にネズミにおいて循環器系、中枢神経系、免疫系に対する作用が報告されている。 細胞増殖抑制の効果も報告されている。多くの研究で人生のサイドが抗酸化作用を持つことが示されている。体内の抗酸化酵素を増やしフリーラジカルの補足剤として作用することが観測されている。RG3 と RH2 は細胞モデルにおいて様々ながん細胞の成長を阻害する効果が観測されているが、モデル動物を用いた研究では、 神経防護効果を持つため、アルツハイマー病やパーキンソン病等の神経変性疾患の治療に有効であることが示されている。ステロイドホルモンとの類似性から人セノサイドの生理活性の作用基準について、二つのメカニズムが提案されている。両心媒性分子であり、細胞膜と相互作用してその性質を変化させる。 ステロイドホルモン需要体のパーシャルアゴニストを示すものもある。これらのメカニズムがどのようにして報告されているような生理活性を生み出しているのかは分かっていない。代謝されてしまう上、長官での吸収が行われにくいため、バイオアベイラビリティは低い。ありがとうございます。